まして、地元菅直人衆議院議員、よろしくお願いいたします。いよいよ始まりました。この4年間、この松下玲子さんがどんなに頑張ってきたか皆さんよくご存知ですよね。本当にですね、12年前に初当選して、そして8年間あの豊洲の問題でも一番おかしいおかしいと言い続けたのは間違いなく松下玲子さんですよ。そして2月前の小池知事に何と言いました。結局のところやっぱり豊洲に移転するなんて言ってんじゃないですか。あれは結局のところは安全が確認されていないということを言いながら、一方で豊洲に移転する言ってることがちょっとおかしくなったんじゃないですか。これじゃあまるっきり自民党都議団が言ってるのと全く同じじゃないですか。そうだ。どうかそういった意味で自民党もダメ、都民ファーストもダメ、そして特にですね、今話が出ましたが、最近なんか変なあのテンポが流れてますよね。ああいう2期生がものすごく多いんですよ、衆議院では。で、何が言いたいかというとですね、結局地域に根ざしていないんですね。だからこう何か思ったことしか言えない。私は松下玲子さんすごいなと思うのは、実は玲子さんも12年前はある意味では落下さんだったんですよ。しかしそれから結婚して子供さんが生まれて子育てをしながら、本当に皆さん方と同じように保育所の問題で苦労しながら、今もその問題しっかり取り組んでますよね。そういう本当に根を張った候補者に、果たしてこの選挙区からポーンと飛び降りてきた経歴だけはいいけども立派な人、何か今テレビでテープが流れてる人も経歴だけはよくて立派な人に思えたけども、めちゃくちゃな人じゃないですか。そうだ。どうか私はこの選挙は一方で有権者の眼力、有権者の目の力、選択する目の力がですね、問われていると思いますが、皆さんいかがですか。どうか今度の選挙、この私のは本当に注目されてます。松下玲子さんが売れない、あれ私が言えって言ったんじゃないんですよ。松下玲子さんが自分で自分の文章にブレないって言うから、よし、これでいこう。まさにブレないで頑張って地域に根ざした松下玲子さん、何としても何としても皆さんのお力でもう一度取り替えに送り返して、いい勝負をさせてくださいよ。小池さんに、ちゃんと小池さんに、あなた原発どっちがいいんですか、消防隊どっちがいいんですか、東京都に関係ない、関係ありますよね。福島原発の電気を一番使ってたのは私たち東京都民じゃないですか。そういうことをですね、松下玲子さんにまさに小池都知事と情緒発信をしてもらうところで、変な方向にまずその知事が行くよりいかないように、都政が行かないように松下玲子さんに頑張ってもらいたいと思いますが、皆さんいかがですか。どうかどうか皆さんの本当に振り絞ってのエネルギーをぜひともお出しをいただいて、7月2日松下玲子の勝利を皆さんと一緒にお祝いしたい。私も全力で頑張りますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。どうか皆さん、この心の中によろしくお願いします。もう一度拍手でありがとうございます。それではここで地元の方をはじめ各地から地方民、そして国会議員さん応援に来ておりますので、ご紹介をさせていただきます。皆さんこちら右手を見てください。地元武蔵野の市議会議員がずらっと揃っております。一番こちらから山本瞳市議会議員来ております。続いて西園寺美智子市議会議員、本間雅代市議会議員、千葉稔市議会議員、倉野恵美子市議会議員、山本敦市議会議員、そして山原太郎市議会議員であります。そして私のすぐ隣にいます川名雄二市議会議員であります。頑張りましょう。それからお隣小金井から、今日も朝から車に乗っていただいております鈴木茂雄市議会議員です。
そして岸田正義市議会議員でございます。そしてまた全国から群馬県から門倉国吉県議会議員、どこにいますか。ありがとうございます。そして朝霞市から黒川市議会議員も朝から務めていただいてます。ありがとうございます。また神奈川県から寒川町の小泉俊介町議会議員、ありがとうございます。あちらに手を振ってます。ありがとうございます。そしてこの始まる前にずっと前にも聞いていただきました泉健太衆議院議員、今日はありがとうございます。ありがとうございます。さあそれでは応援団の最後を締めくくって民進党蓮舫代表、よろしくお願いします。民進党の蓮舫です。今日はお揃い上下白で揃えてきました。松下蓮舫さん、この4年間十分に充電してきました。そろそろしっかり皆さんのために動いて働いてもらう、そんな日を迎えようじゃないでしょうか。これだけの方が集まってくれるこのありがたみを、この4年間本当に胸に抱いてしっかりお返しをしたい、ずっと思ってきた思いが今日いよいよ戦いが始まりました。皆さん、東京都政、国政、実に最近似てきてませんか。強い強い知事がいると、なんで議会は知事の方ばっかり見たんでしょうか。強い強い総理がいると、なんで議会は総理と総理夫人の友達を見るんでしょうか。明らかにおかしいじゃないですか。石原さんという強い都知事、2010年に築地から豊洲の方向を決めました。松下さんはずっと反対をした、当たり前じゃないですか。衛生面の問題、水道水の問題、地下水の問題、クリアしなければいけないもの全部をクリアしないで力ずくでその方向を決めたのは、忘れないでください、知事と自民党と公明党じゃないですか。ここに来て反省もしないでまた前に進めるというのは、私はやっぱり首をひねってしまう。改めて初心を貫く、確かに大変なことです。折れそうになり、曲がりそうになり、強いものに巻かれたくなる時もあったでしょう。でも都民を見てきたからこそ、松下蓮舫は折れずに今日またもう一度大挑戦の時を迎えました。国政も見てください。なんで総理夫人の友達に、総理の友達に政治が向かっているんですか。私びっくりしました。森友の問題、あの財務省は記録も記憶もない。加計学園の問題、内閣府記録も記憶もない。文科省だけはまっとうなこと言ってる。記録はあった、その次です、記憶がない。何なんですかこれは。我が国の子どもたちの教育を司っている文科省、国家公務員の人たちがわずか半年前の記憶がなくなって大丈夫ですか。これ最もだなと思ったのは、今疑惑の渦中にいる人は官房副長官、八王子の萩生田さんという方、この方は官房副長官と同時にもう一つ肩書きを持っている、内閣人事局局長。7月1日が人事の季節、まさに幹部職員の人事を渦中の疑惑の人物が握ってるんですよ。そりゃ記憶もなくしますよ。当たり前じゃないですか。どこに飛ばされるか分かんない、報復人事やられるか分かんない、自分のキャリアに傷がつくか分かんない。ならば習っていよう。文科副大臣、公益のために良かれと思って話したら、文科副大臣、自分の上司から処罰の対象とまで言われたんですよ。そりゃ口をつむるでしょう。皆さん、こういう恐怖政治はしっかりと終わらせるのが武蔵野の皆さんの常識を示していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。どうだ、その通り。もう口をつむる政治ではなくて、しっかり物を申そうじゃないですか。その通り。築地も豊洲もその判断は皆さんがしてください。でも松下蓮舫さんに託されるべき仕事は非常に重責です。
ってないのは豊洲と築地両方ダブルの市場になったら、果たして税金これからいくらかかるんでしょうか。皆さんの追加負担いくらかかるんでしょうか。もうすでに豊洲移転で6000億使われてる。皆さんの税金ですよ。6000億、海上保安庁の3年分の予算です。都知事、今まで誰も保証してませんよ。記憶をなくした石原都知事、退職金満額もらってます。誰も責任を取らないで借金残り3600を払うのは皆さんです。これは築地を売却して当てるとしていたけれども、築地を残す、じゃあどうなるんですか。皆さんの税金まだいるんですか。もっとかかるんですか。いくらかかるんですか。本来都議会議員選挙はこの数字を出して通るものじゃないでしょうか。それを示さないで戦う。だからこそ受かった都議会議員には重責がある。議会で都知事が間違った方向に行ったら、しっかりとそれに手を挙げておかしいと言える人を選ぼうじゃないでしょうか。こういう議会の議論を大切にしないで、小池さんの言うこと何でも反対の自民党、小池さんの言うことに賛成せざるを得ないファースト、議会をあまりにも軽視した都議会議員選挙だと指摘せざるを得ません。議会人としての役割は議論です。議会人としての役割は調査です。議会人としての役割は無力に物を申す能力じゃないでしょうか。松下蓮子さんにはその資質、その役割を担うだけの覚悟があります。どうか武蔵野の皆さん、たった1議席です。たった1議席、皆さんが使える権利、たった1議席を選ぶのであれば、仕事をする人を選ぼうじゃないでしょうか。もう権力者の方だけを向いて政治をする議会ではなくて、皆さんの方を向いて政治をする松下蓮子を選んでもらいたい。必ずそれが力になると申し上げ、お寺の歌に返させていただきます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。聖宝代表、ありがとうございました。皆さん、こういった拍手でありがとうございます。どうかこの選挙戦よろしくお願いいたします。